あ、まゆみちゃん、おはよう。うん、大丈夫。ノイ、聞き捨てならないな。女子高生が2日…そんなの私に聞かれても。あんた以外に誰がいるのよ。で、ゆうべ私に変なこと。角だったな。ブランデーが入ってるな。あ、ハムカットね。なんだか楽しそうね、二人とも。いや、雪乃さん、そらナイス。私、心の底からこの裏…今のセリフにピーは入らない。私、女子を手ごめにするフラチモン。山田さん、怒った時の武士口調はなかなか寒い。私、もうすぐ出なきゃいけない。お、見てよ。あら、二人ともごめんね。手伝わす。巫舞さんと仲がいいんですね。まあ、高校の同級生でもあるし、そんなに接点はないんだけど、別にな。ふーん、女ったらしだって噂だから気をつけ。そんな話を聞くわね。確かに彼はモテるから。そうかもね。あ、ごめん。一面だけで判断してはいけないか。なんでもない。ほら、よいしょ。ああ、部室で男女が二人っきり。完全に私と合致するな。まあ、山城先生みたいにボンキュッボンじゃないけど。え？何の話？その話誰から？あっちゃー。それさ、人に言わないでくれる？私が断ったとか噂でも広まったら。そもそも私と付き合うなんて無理だよ。可愛くないし。そうそう、うるせえな。料理くらいちょっと本気になればできるから。口が減らないな。余計なことはいいから。ほら、甘いよ。まゆみちゃん遅いね。私疲れたから。はい、おやすみ。
あ、ただいま。ごめん、何のこと？なんで私にそんな謝ってんの？全然わけわかんないんだけど。もしかして私が冷蔵庫に入れてたアーク食堂の低カロリープリン食べた？違う？じゃああれか、私が部屋で地道に育んでいたジグソーパズルを勝手に完成させてしまった。そ、嘘でしょ。あれ最後の一ピースをパチンとはめるのが快感なのに。え？じゃあなんでそんなに謝ってんの？全然心当たりがない。私の何よ、はっきり。ああ、思い出した。あれな、あれはもうあんたを引っ叩いたから。別に。あ、そうだ、明日ココナちゃんが大きな病院に移る日なんだ。一緒に行くなら朝病院の前で待ってる。ワールドエンドシンドローム読み人、こんばんは、月岡ひかるです。月岡ひかるさんへ。私はココナと言います。10歳で、今病院手術をしないと治らない病気みたいで、でも大きい病院でないと嫌だなってずっと思ってるんだけど、ひかるさんの声を聞いているとなんだか大丈夫だなって。ひかるさんの声大好きです。手術中もずっとひかるさん頑張れって言ってください。ココナはそれでがん、このお手紙読んでくれるといいな。さよう、ココナちゃん、ごめんね。私このお手紙、ただのラジオ DJ の私が病気のココナちゃんのためにできることなんか、だけどココナちゃんに教わったの。私の、人生だなんてそんな長くなくていい。何ができるかまだわからないけど、ココナちゃんの手術に、ココナちゃん頑張らなくていい。お医者さんが頑張ってくれる。だけど怖いよね。わかるよ。だからか、あとは少しだけ、ほんの少しだけ、闇人よ、今宵だけは私のココナに力。でね、月岡ひかるが私の、ココナちゃん心配ないよ、お医者さんに任せておけば大丈夫だから。うん、でもね、まゆみお姉ちゃん、ココナ、私そのまま起きなかったらどう。あのさ、悪いけど少し離れて。いいから、もっと向こう、そこのドアのところにいて。嘘、そんな。
これは二人だけの秘密。もちろんだよ。信じられん。魔法の言葉だよ。ココナちゃん、これでだ。まゆみお姉ちゃん、私戻ってくるから。約束。行ってくるね。行ってらっしゃい。別に、ちょっと魔法をかけただけ。初めて使うから、うまく効くかどうか自信な。それは秘密。特にあんたにはね。そうだよ、魔女。人妻は、そうだよ、突っ込んでよ、あんたの仕事でしょ。お、うまいな。しょうがない、私のピッチピチの。よし、泳ぎに行く。いいから降り。少し前に山城先生に教えてもらったんだ。海の家とかないから、その辺で着替えて。別にいいでしょ、お互い。中に来てくる時間なかったから。まだ、今はブラ外したなんてね。はい、おっ、どう？変わっ、おい、水着以外も褒めろ。そうだね、ココナちゃんみたいに一生懸命生きようとしてる子がいるかと思えば、人生投げやりにす。そう聞こえた時点でそうです、あなたのこと。あのね、魔女が何でもできると思ったら大間違いだからね。私がいつ嘘ついた？私付き合ってるなんて一言も言ってないよ。デートっていうか、お願いされたから一度だけ。それで諦め。だから好きな人がいるからって言ったの。でも逆効果。誰だそいつとか、合わせろとか言ってさ。だから私は何言ってんの？私はあんたが好きなの。大好き。ダメ？迷惑？私もだよ。女の子から言わせんなよ。ダメならダメでいいよ。もうい。
え？おっぱい？私に色気を求めるわけ？いいよ、その気になったら。でも、あんたに触られて。大丈夫だよ、責任取れなんて言わないから。本当？じゃあ取っ、日焼けなんて気にしたことないよ。焼けたら焼けたでいいし。ケンスケは女心を全く分かってないからね。はい、ぶん殴ってやったけどね。それでも未だに付き合ってくれって言ってくれた。隔週ぐらいで告られてる。今頃ココナちゃん大きな病院で月岡光ね。そんなもので人って頑張れるの？ちゃんも頑張れ。あ、やば。泳いで。え？ああ、いい。おはよう。読み人よ、今宵だけは。